くぞ。四代目の遺産は待ってはくれない。妙な気配がすると思えば、まさかお前らが侵入しているとはね。うちはいたち、星が聞きさめ、畑、かかし。お前たち、一体何の目的でここに来たの？俺の邪魔をしないでください。あなたを倒したくない。そういうわけにもいかなくてね。腕ずくでも聞かせてもらう。よ！戦闘開始。どうした？チャクラ回復。チャクラ回復。チャクラ回復だな。チャクラ回復だ。チャクラ回復。お前は弱い。そこ悪いが、一瞬で終わらせてもらうぞ。残念だった。どうしたチャクラ回復。そこだ。力の差を知れ。福読みの世界でも全ては俺が支配する。これから72時間お前を見続ける。お前は弱い。よ！戦闘開始。チャクラ回復だな。お前は弱い。チャクラ回復。チャクラ回復。悪いが、一瞬で終わらせてもらうぞ。俺もこのままじゃな。ほっ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 ちょっと回復。
やりますね、うん、お前たちの目的はナルトだな。なぜそのことを。お前らが属している組織は確か暁。イタチさん、この方をこのままにしておくわけには。あ、カカシさんは連れて行く。そうはさせん。ここからはこの木の葉の気高き青い猛獣ファイトガイが相手になる。なんて格好だ。珍獣の間違いでは。あの人をうまく見れば。行くぞ。よ、戦闘開始。差をつけろ。見せてやる。俺の速さ、熱きパワー。この五方雷楽。うわあ。うわあ。こっちだ。うわあ。どうや。こっちだ。うわあ。チャクラ回復。うわあ。どうや。うわあ。チャクラ回復だ。うわあ。やるな。なるほど、これは楽しめそうですね。ここは引くぞ、貴様。俺たちは戦争しに来たわけじゃ。せっかくうずいてきたのにしょうがないですね。あんただけは絶対に許さない。ナルト君、一緒に来てもらう。なんだってばこいつら。こんなお子さんに準備がね。タチさん、ちょろちょろされる前に少々痛めつけておいた方が。久しぶりだな、サスケ。あなたによく。一
体何者です？俺の弟だ。たち、あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。お前には憎しみが足りない。サスケ！さて、それでは九尾のお子様を。そこまでだの。エロ仙人！お前らの相手はこのわしがしてやる。伝説の三人ですか。うずきますね。よっ、戦闘開始。ガマの餌になれ。民法ガマ口縛り。お前はもうわしの腹の中、じっくり味わえ。弱いの。うい、もらった。シャグラ回避。おりゃよりちんだ。せいくよよよよよ。よよよよ。さすがにやりますね。貴様、そろそろ引くぞ。まあいいでしょう。あいつになるまで絶対死なねえ。やれやれ、素直にオロチマル様の腕を直している。こんなに苦しまなくても済んだ。あとね、ナルト君、君はさっさと逃げた方がいい。何？ここでは君は間違いな。ただの可愛い下人。状況次第で諦めて逃げた方がいい。俺は木陰になる男だ。こんなとこで逃げてたまるか。ガキは全てが簡単だと思って、だから諦めた。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そんなだから地に這いつくばることになるんだよ。
よ戦闘開始あちらですあちらにはタイミングだっくっすよ笑っておくよチャクラが入るよ戦闘開始どうしたチャクラ回復だチャクラ回復この程度やってやるぜ集中集中集中はずれですそんなものかこっちですよ
何バカな。この僕がこんなガキに。よっ。私はこの歯がくれ。五代目火影だ。この子だけは絶対に守る。なぜそんなただのガキを命がけで守ろうとする。この葉隠れよ、里を守るためよ。里、このガキはいずれおかげになるガキだからね。されごと。ここからは私も命を懸ける。カブト、マンダを呼びなさい。はい。戦闘開始。
てあげる。その時また会えるといいわね。